皆さんおはようございます。妙高220ポンド体重元100キロの松原妙高です。今日は熊谷市まで走ろうとしてます。時刻は間もなく4時です。今どこ走ってるかと言いますと、岐阜県岐阜市ですね。国道21号線県庁前付近を走行してます。よくね、燃費、ということで、YouTube でも時々見かけるんですけれども、大半は高速道路を使った燃費なんですね。今回はですね、まあ私今まで燃費のことについてあまり触れてませんけれども、今回は下道を走って燃費がどのぐらいこのルークスのターボ全日駆動ですね、これで出るかということを計測してみたいと思います。それではまた、もう少しね明るくなってきてからカメラのスイッチを入れたいと思います。東の空が明るくなってきました。今日は本当はカブでね行こうかなというふうに考えてたんですけれども、ちょっとねカブには荷物がね乗せきれないというような感じでございまして、それと天気、日曜日と月曜日ちょっとね雨が降るような予報がありますので、無理をせずにですね、車で行くことにしました。以前カブで走ったことがあるんですけれども、カブ高速使えないということなんですけれども、疲労感っていうのはないですね。まあ正直言うとね、トリシティの方が長距離や走った時の疲労感っていうのは少なかったようなイメージがあります。ただトリシティで長距離、まあ550キロぐらい一日で走った時もあるんですけれども、まあその時は今よりね10歳ぐらいは若かったわけですから、まあそういう意味では比較にならないのかもしれません。ということで、鏡ヶ原市、まもなく鏡ヶ原ですね、高速入り口前を通過しております。鵜沼に入ってきました。だいぶ明るくなってきましたね。時をですね、5時には通過する予定です。中津川は6時には通過したいと思ってるんですけども、それを通り過ぎればですね特に渋滞はないかと思います。であと怖いのは19号線でネズミ捕り、結構早い時間にねネズミ捕りやってることがありますので、まあ長野方面行きはあまり見かけたことないんですけれども、長野方面から岐阜名古屋向けですねが結構ね、結構って言いますか、何回かネズミ捕り見かけてます。どちらにしても注意をしておよそ400メートル先左方向です、走っていきたいと思います。41号美濃加茂バイパスに入ってきました。時刻は5時ですね。七草町経由に変更して走ってます。白川町に入ってきました。時刻は5時10分ですね。ここから中津川の方へ抜けます。お朝日が出てきました。眩しいですね。中津川市に入ってきました。といっても入ったばっかりで橋の方ですけど、まだまだ中津川中心には遠いですね。だいぶ中津川に近づいてきました。左側に流れてる川、これなんていう川かな、綺麗だな。やっぱり朝早いといいね。こうドライブしてても次から次に変わってくる風景、癒されるね。すごい幻想的。国道19号線入りました。時刻は6時15分。
渋滞、この道ね、7時回ると渋滞するんですけど、まあ、なんとかね、その渋滞免れて通過できそうです。今ですね、やはりネズミ捕り設置してましたね。ネズミ捕りの用意してます。あ、ほら警察いますよ。ほらここに入れるんですね。なぎそまで来ました。まだ92キロ、19号線走ります。道の駅木曽福島500メートルって書いてありますね。ちょっと一回ね泊まってトイレ休憩したいと思います。15分ぐらい休憩してましたけどね。ここからですね、まだ200キロぐらいあります。時間にして5時間17分ということで、まだまだ道のりは遠いですね。時刻は8時を回りました。奈良井宿の横を走ってます。岡谷市に入ってきました。残りあと170キロぐらいですね。時間にしてまだ4時間かかりますけれども、岡山まで来ました。なかなか快適ですね、ルークス。今日はですね、以前バイクの時に履いてたこの、お尻が痛くなりにくいというですねパンツ、それをね履いてます。比較的そのこともあって快適にですね進んでます。これ下ったところが岡谷インターぐらいになるかと思いますね。ちょっと諏訪神社の方へね一回、車を向けてみたいと思います。諏訪湖が見えてきました。国道142号線下諏訪ですね。いつもトンネル抜けてね走ってちゃうんですけど、初めてここへ来ました。まあ、神社に立ち寄るつもりはないので、まあ、近くをですね抜けていこうと思うんですけども、諏訪大社ですねがこの正面にあります。歴史の小道なんていうのがあるな。ちょっと今日はこの辺を下調べじゃないけど、今度ね下部でねこの道走りたいと思ってます。ここ気落としたか、ちょっと上がってみようかな。100メートルぐらい書いてありますね。ここか、立ち入り禁止、危険です、乗らないでくださいって書いてあります。うわ、これここなのかな。木落とし坂からですね中山道って書いてありましたんで回ってみました。これが中山道の、ところどころ中山道という、まあ、手作りのような看板が出てますね。あ、中山道って書いてあるんですけど、よいしょ、はい、中山道和田宿っていうのがねここ入ったところにあるんですよ。
2人かな、なんかありましたんでね、そこへちょっと寄ってトイレ行って仕切り直そうと思います。立科に入ってきました。時刻は10時25分です。国道142号線から左側ですね。この景色もね、私大好きなんですよ。いつ来てもいいですね。町に入ってきました。時刻は間もなく2時です。深谷市に入ってきました。深谷市って言えばネギ、先ほど大仁田にもよ、ネギ、大仁田のネギも有名なんですけれども、ここ深谷もネギが有名ですね。今夜の宿泊地、熊谷の駅の近くなんですけれども、その前にガソリンを入れようと思ったんですが、相変わらずアポロ、昔の出光ですよね、それがね、この熊谷市のこのルート上にないんですよ。右方向です。これにいつもぐっと違うな。およそ600メートル先、勤労青少年ホーム前を左方向です。できればガソリン積んできたいんだけど、それもね、どうかというようなところもあって、いつもこのルートじゃねえぞ。いつもあの熊谷の警察署の信号をね、右折してったと思うんですけど、なんか今日は手前のような気がするな。左方向です。およそ400メートル先、右方向です。右方向です。嘘、こんなとこ行くの？マジ？およそ300メートル先、左方向です。相変わらずグーグル先生、勘弁してよ。
右方向です。 1.5 キロ道なりです。目的地は左側です。お疲れ様でした。ホテルに入っております。ご覧いただきましたように最後はですね、 Google 先生にすごいところを案内されて到着したわけなんですけれども、到着した後にアポロのガソリンスタンドでガソリンを入れることができました。走行距離なんですけれども407キロで19リットル入りました。これ割り算しますとね、21キロぐらいですね、出てます。ただガソリンをですね、まあ給油してもらったわけなんですけれども、本当に口までこのギリギリまでね入れてるかどうかっていうのはちょっと確認してなかったもんですから、実際にギリギリまで、本当は褒められた話じゃないんですけど、ギリギリまで入れるとまあ1リットルぐらいはね、入るんじゃないかなと。まあおよそですけれども、リッターあたり20キロですねぐらいというふうな表現になるかと思いますけれども、燃費は下道で、1リットルで20キロでございました。平均燃費、ルークスに出てる平均燃費が 16.1 キロだったと思いますので、今回は非常に良かったんじゃないかなというふうに思っております。まあ、休憩の時にね、本当にこまめに、なんていうんですか、エンジン切ったっていうことはないんです。ちょっと止まってる時にでもすぐにエンジン切って燃費のことを考えてというような感じではなくて、それこそ、アイドリングストップ、解除してますのでね、解除してて20キロというような数字ですね。ということで、まあ、補足ですけれども、お話しさせていただきます。よろしければまた次回の動画でですねお会いしましょう。妙高220ポンド体重元100キロの松原妙高でした。それではさようなら。